ミクルとは全然また違う中で花のあるというか、うん、まあ存在感のある、ね、だって3勝3敗なんだよ戦績だけで言ったら、ね、うん、はい、まだ6試合しかしてないんだから、そのうち半分負けてる、はい、でも3勝、ね、した中で3勝3敗の成績で一応ずっとストーカーというストーカーという感じで、まあ蓮がミクルに絡んできて、はい、でもミクルとやることになるわけじゃん、うん、それでもファンがその試合を見たいって思わせる、うん、普通の戦績だけで言ったらなかなか組まれない、うん、ミクルの相手で考えた時に戦績だけで見たら3勝3敗の選手は外国人も国内の選手もマッチメイクしないって言いたかったです、うん、だからそれぐらいでも存在感もあるし、いやそうですよね、ファンの人たちもその蓮の発信力、うん、彼のまあ生き様というか生き方にも共感する人もたくさんいるわけさ、うんうん、